はい、こんばんは。今日も、久々に、カナブさんで、1パック800円のオリパを1、2、3、4、5を4000円分買ってみました。イエーイ。ね、当たりは確かエリアのテンティスと、ウィンのテンティスのコラボ、2枚セットでしたね。では、ちょっと1パック詰めていきます。んこっちが外れわかるな。お、あれいきなり、待ってよ、これ。ここは当たり枠じゃないのちょっと。もういきなり出落ちじゃん。ここで4000円するじゃん、これ。だいたい。すげえ。プレッシャー。しく。状態はまあまあいい感じですね。マジか。自爆超新人。超新感。お、レダメが出る。レダメも入っていいじゃん。レダメも、はい、いいカードです。はい。では、2パック目見ていきます。あ、これはゴミだ。新、シグナル、お、ダイナです。同じカード3枚って何これ？やば。あ、鋼の、ん？剣の王か。お、ラッティグニスター、これ100円ぐらいだな。はい。こういうイラストが好きだ。はい。一回3パック目見ていきます。お、クズ鉄の像。ん？軸だけ。あれ？これパラってなんか、もうガガガマジじゃん。うん。この辺は外れ、びっくりした。びっくりした。本物かと思った。お、これも俺好きだ。知らない。と、これも結構200円ぐらいくるかな。はい、こんな感じです。では、4パック目。よいしょ。これどうだろう。また出た。何枚で、何枚あるのディガスピンドバット。この辺は、まあ波だな。さあ、ラスト1パック。もうね、エクレシア出た時点で、もう超満足なんですけど。はい。あら、なんか、いい加減だなぁ。ミンクスレイヤー。ノートなの、オフレ。ちょっと前だったなぁ。お、エルシャドール。もうエルシャドール2枚だ。これいいじゃん。これは、なんて、ストラクデッキの。やつでしたね。うん。これで4000円の、これで2枚で1000円、5000円ぐらいか。いいね。いいカードが当たりました。カーナベルさんのね、この10枚オリパすごい最近熱いっす。ね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録等よろしくお願いします。では、失礼します。バイバイ。